小木畑です。今日の動画なんですけど、今日ゆうじくんの卓球部屋に JR 北海道長戸選手が来てるんですよね。で、長戸選手は僕高校時代のダブルスパートナーかな。まあ同部屋。そう、寮で。情報いらねえ、その情報。寮の同部屋。寮のね、同部屋でダブルスとかもね、うん、何回か組んでたような中で、県大学はゆうじくんの後輩っていうね、結構こうつながりのある中で、現在は JR 北海道で現役の日本リーガーとして持ち上げてくるのすごく活躍されてる。持ち上げる、持ち上げるな。じゃあお願いします。お願いします。これ取れたらですね、これバケットによって整理されたら取れたい。なるほどね、茶色場なら茶色場で擦ると。血が悪いなと思う。顔撮影は血が悪いな。スイングスピードは速いな。普通に打ててるね、チャイラバ。うん、なんか打てる。へえ。いや、これ本当に普通に打ちやすい。あ、そうなんだ。なんかチャイラバ感ないね。じゃあちょっとバックも。これ G1 であんま飛ばないイメージがね、あるんだ。ちょっとあるんだ。これはちょっとすごいいい引っかかるよね。へえ。さっき言ってたけど面がでかいからなんか保ちよく感じるよね。ああ、確かにさ、それ一応カーボンラケットなんだよ、それ。たださ、全然弾まなくない。結構木材遠くない。そうそう、すっごい遠く。それがなんか使いやすい要因なのかもしれない。ああ、そう、多分ぶつけちゃうと多分結構直線的に飛ぶかもしれない。0564でオールファーって言ってたね。フォア前にアップ出してフォア前巻き込みからの全部オールファーって言ってでさ、ちょうどこさ、バックサーブでさ、アップしてバックサーブとアップでごまかされて今でもやってるからね。大変変わんないけど一緒。バックサーブバックサーブでもね、なんか取りにくいんだよ。そう、みんな、なんか取りづらいって。うわぁ、ちょっと V1 号いきっすわ。あ、打ちやすいわ。飛ぶね、これ。インナーフォースだもんね。インナーフォースってさ、もっと木材っぽいイメージだけど、アリレートカーボンはやったらそうね。うわ、球走るね、V15 って。うん、 G1 よりもギャンっていくわ。ギャン、ギャン、うん、よっしゃ、下行ってこう。ガンス、勝ち負けでも2セットかな。もし1日になったら1000億。では、よしさあ、さあ、そう、そう、そう、思い出せ。1球目ロングサーブだよ。
弾みの差がすごいわ。多分めっちゃ遠いもんこれ。あれやる前合わせるって。あ、ごめん、あ、忘れた。で合わせるの合わせないか。で、こっから。ごめんごめんごめん。こっからだよ。こっからだから手相もいいから。ちげえよ。
ダメだ。芸人だな。この重いのに飛ばないの俺的にはきつい。あやっぱ特に一番思ったのがこれ。これこれでキュッて投げることしかできないのさ、ヘッド回んないからさ、あんなにペラって弾むテンション使ってると粘着結構本当誰に使わせてもこれ使えないもん。みんな普段チャイラバー使ってる人じゃないと、この辺のボールとか投げに行くじゃないですか。わーって殴ったらドーンって直だからね。だからここもクッて投げなきゃいけない。そうインナーホースレイヤー ALG が重いのか弾むんだな、自分の中ではって。でもテンション使う人ならいいんじゃないかな。ラケットじゃないですよ、もっと何かっこいいんだよね、これは。じゃあ、ラバーに合わせて振っちゃうから。まあ、ぜひね、みんなもラケット交換してやってみたら、いろんな発見があるんで、やってみてください。田中選手、ありがとうございました。ありがとうございました。